日本鹿児島県鹿児島市、野尻町野尻町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧大隅国大隅郡桜島号の尻村、鹿児島郡東桜島村大和の野尻。郵便番号は891-1541。人口は127人。世帯数は94世帯。桜島の西部に位置する。町域の北方には、桜島赤水町。 東から南東にかけては、餅ち町に接し、西方から南方にかけては、鹿児島湾に面している。海岸部には、国道224号が、東西に通っており、餅ち町寄りの東部に集落がある。野尻町には、桜島の文明噴火により噴出した溶岩が、広がっており、文明溶岩は、黒松の植林地となっている。野尻町の一部は、国立公園である、 霧島近郊湾国立公園の区域に指定されており、特別区域特別保護地区、第一種特別地域、第三種特別地域、普通地域から構成される。桜島の大正大噴火までは、広い平野があり、その裾にあった集落であったことに由来するという説がある。野尻という地名は、室町時代より見え、大隅国向島のうちであった。野尻という地名は、 影響11年の島津地久袖反省上に見えるのが初見であると考えられており、島津市が復生時に野尻の地を寄進したとされている。文明7年の文明噴火では野尻村において噴火が発生し、殺藩旧記雑録の池田市年代記には、文明7年8月15日、向島の内野尻村年出ると記載されている。江戸時代には、 大隅国大隅郡桜島里のうちであった。村高は、天保郷町では75国余り、軍村高辻町では75国余り、三州五地西洋蘭では181国余り、急行急量取調べ町では184国余りであった。1887年4月2日には、鹿児島県下文軍の県により、大隅郡が南北に分割され、野尻村は、 北大隅郡の所属となった。1889年4月1日に町村制が施行されたのに伴い、桜島の東半分にあたる湯の村、野尻村、ふるさと村、有村、黒上村、高面村,村、瀬戸村、脇村の区域より北大隅郡東桜島村が成立した。それまでの野尻村は、東桜島村の大技、野尻となった。 1897年4月1日には、鹿児島県下国海並軍海変更及び軍、廃置法律によって、北大隅軍が鹿児島軍に統合され、東桜島村は鹿児島軍のうちとなった。1914年1月12日に桜島の爆発が発生し、噴煙は高さ約1万メートルに及んだ。爆発当時の大技の尻は、 人口200人368人、個数は35個40個であった。野尻や餅木の住民は、沖小島を経て、対岸の薩摩半島にある谷山方面に避難し、野尻の住民らは、鹿児島市の天保山に到着し、餅木の住民は、鹿児島郡中、氷堺村大和薄木に到着した。野尻などの桜島南部の被害は、 桜島の他の集落に比べて比較的軽度であり、1寸から2寸程度の火山灰が降り積もった。野尻の10個は移住を希望し、熊毛郡北種子村に移住した。第二次世界大戦中には、現在の桜島病院の場所に弊社が置かれ、海岸側に校舎砲が設置されていた。1950年10月1日には、東桜島村が、鹿児島郡意識村と共に、 鹿児島市に編入された。同年10月18日に、鹿児島県広報に掲載された鹿児島県の国示である鹿児島市の一部大技の変更により、東桜島村が鹿児島市に編入された10月1日に、大技の尻のうち、餅木の区域より、餅木町が設置され、その他の区域をもって、鹿児島市の町、野尻町が設置された。1964年9月に、 鹿児島に接近した台風20号では死傷者8名の被害があった。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は以下の通りである。国道224号。ありがとうございます。